それでは中の皆さん、ガタンガタンと台が上がります。しっかり捕まっていてください。それでは2回目スタートです。2回目の皆さんにはこんな場面からです。手元のバーにしっかり捕まってください。地震は家の中にいるときに起きるとは限りません。買い物で街に出ました。道路を歩いているときに地震が起きるかもしれません。地震がやってくるかもしれませんということで一つ体験していただきました。もう一つやっても大丈夫ですか？降りたい人いませんか？はい、では2つ目は日本で過去に起きた大きな地震のうちの一つを体験していただきます。では2回目の皆様にはこちらです。阪神淡路大震災は1995年平成7年1月17日に発生し、マグニチュード 7.3、 最大震度7を記録しました。先ほどの波形に比べるとあまり怖くなさそうに見えますが、この地震結構怖いですよ。かなり強烈にクラッシュときた地下直下型と言われる大きな地震でした。地震は来ないよと言われていたのに突然襲った大きな地震でした。では台を元の高さに戻しますので、もうしばらくそのままでお待ちください。はい、皆さんありがとうございました。